こんにちは、山野です。今日はですね、早期退職して分かった50代のストレスの正体というテーマでお話をしたいと思います。僕は早期退職をしたんですが、した時にはすごい解放感があったんですけれどもね、これってストレスの裏返しだったわけなんですが、一体何にストレス感じてたんだろうなというのをですね、改めて考えてみましたということですので、ぜひ聞いてください。このチャンネルは江崎グリコで営業を24年経験した後、人事で人材育成キャリア支援を担当し、57歳で早期退職をしました。キャリアコンサルタントで空洞という武道もしております。昭和40年男がセカンドライフや自分のための自分へのチャレンジであるセルフチャレンジについて情報を発信していきます。役に立つなと思いましたら励みになりますので、高評価チャンネル登録の方お願いします。退職をすると解放感が得られるというのはよく聞く話ですし、僕も早期退職をした時にはすごい解放感を感じたんですね。それが早期退職をしてよかったっていう理由の一つでもあるんですけれども、では何から解放されたのかということなんですけれども、よくね、いろんなねばならないこと、自分の思い通りにいかないこととか、会社のルールとか、そういったものに縛られて、そこから解放されるっていうようなことを言われる方もいますし、僕自身もその面っていうのは確かにありました。俺はもう組織に縛られたくないんだ、自由にやりたいんだ、まるで尾崎豊の歌のようなね、かっこいい解放感っていうのも、まあ、実際僕もあったんですけれども、それ以外にいくつかあったなっていうふうに思うんですね。例えば人に会うことのストレスっていうのもあったんじゃないかなというふうに思うんです。必ずしも自分の好きな人とだけ会えるわけではないし、必要に迫られて会わなきゃいけない人もたくさんいましたっていうのは一つありました。あとはですね、同じことを繰り返していくことへのストレスっていうのもあったんじゃないかなと思うんですね。いくつになっても成長はしたいとは思うんですけれども、それが繰り返しになっていくとなかなか上積みができないと、積み重ねができないと、あと数年の企業人としての人生を繰り返しで終わってしまうことへのストレスもあったかなって思います。それはどちらも自分が前向きに進んでいくことへのストレスっていうふうに捉えられるのかなと思うんですね。自分でも肯定的に受け入れられる解放感です。ただですね、もう一つ実はあって、それは僕が組織から逃げ出したくなってたってことなんですよ。なぜ逃げ出したくなってたかというと、組織のシステムについていけなくなってる自分というのにだんだん気づいてきたんですね。特にコロナ以降はどこの会社さんでもそうだと思うんですが、システムがどんどん変わって、 AI とか IT とか新しいものが導入されていって進化していっているところが多いと思うんですよ。ツールが導入されました、こういうやり方でやると作業量が減ります、便利になります。それをスタートからやる人っていうのはもちろん抵抗感は少なくですね、若い人はねスッと入っていけると思うんですが、いかんせん僕は何十年も違うやり方でやってきているので、やり方を変えるっていうことへのストレスがすごく大きいです。いくら便利になると言われても、自分にとっては今までのやり方が一番便利だったりするわけですよね。ただ会社っていうのは組織で動いている以上、組織のメンバーとしてやるべきこと、やらなきゃいけないことがあるんで、当然ですね、それにはついていかないといけないわけですけど、これがね本当にしんどくなってきてたんだなって改めて思います。自分の仕事はある程度自分の経験っていうものを踏まえたものが与えられていたので、勝手知ったるっていうところがあって、一番行きやすい道ではあるんですけれども、経験があるからスイスイ行けたわけで、それがベテランの旨味でもあったのかなと思うんですけれどもね、それが全く感じられないどころか、どんどん当たり前のことをやるのに新しいことをやらなきゃいけなくなるっていうことがすごくストレスになってきてたんだなって思います。もちろんいくつになっても成長したいという思いはあるんですけれども、それは現状からさらに上に行きたいっていう思いであって、現状維持するために何かをしていくっていうことは全く自分にとっては積み上げがないので、これはしんどいぞと感じ始めていたんだなって思うんです。
そして今までは何かわからないことがあれば常に人に聞いていたので、あんまり注意して聞いてないことが多かったんですね。でもですね、オンラインが進んでいくとなかなか人に聞くっていう機会がなくてですね、ちょっと仕事帰りにこれいいかなみたいな関わりがしづらくなってきて、さらにですね、これで人が入れ替わっていってしまったら気軽に消える人っていうのもいなくなってしまう。当然自分でやらなきゃいけないのはきちっと与えられた情報を確認して自分で理解をするっていうことなんですが、当たり前の、そんな当たり前のことがですね、ストレスに感じてくるようになってしまったということで、そうなるとですね、これまで当たり前のようにしてきた仕事をするのに相当なストレスを持ってやっていかないといけない、自分にとってはかなりハードな仕事になっていくんですね。しかもその原因はひとえに僕の能力不足ということになると。多分このまま会社に居続けたら自分に期待される仕事の成果を出すために相当なことをしなきゃいけない。周囲から見たらそんなことで悩むのっていうレベルのことで悩み続けなきゃいけなくなるなっていうこと、これがですね、僕のもう一つの大きなストレスだったっていうことを改めて今感じています。そういう意味では早期退職したっていう自分の決断は正しかったなというふうに思いますし、良かったなっていうふうにしみじみ感じておるわけなんですね。そう考えるとですね、環境が変わるということは自分自身の能力っていうものは変わらないんですけれども、それを発揮するまでのプロセスにいろんな変化が起きてくるっていうことなのかもしれないですね。能力そのものを見直すということではなくて、能力を発揮するまでのプロセスを見直していくっていうことがとても重要になってくるんだろうなというふうに改めて思います。そしてそこがうまくいって自分に合った形のプロセスで能力が発揮できるようになれば、そこの時間っていうのが短縮されるので、それを今ある能力をさらに高めるために使っていける、効率的に使っていけるかなと思うんですね。その場所を探すために会社を離れるっていうのはストレスがかからない選択になるのかなと思います。ただその場合気をつけなきゃいけないのは、当然自分に合ったプロセスを選べばそこで得られる報酬っていうのは確実に減るっていうことですよね。会社に求められるやり方でやった成果としての報酬というものと、自分に合ったやり方でやった結果でから得られるものっていうのはおそらく違うというふうに思うんで、そこはしっかりと認識しておく、覚悟しておくっていうことは大前提かなというふうに思います。長く会社にいたのにどん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 自分のコントロールできる範囲が狭くなっていって、居場所があるのに居場所がないような気持ちになっている、おそらく僕はそんな状況だったと思うんですけれどもね、あ、それに近いなっていう方はですね、外に出てみるのもいいかなと思います。いくらでもですね、自分の居場所を作っていく方法っていうのはあります。そして何十年も一つの企業で勤め上げてきたっていう経験は必ず横にスライドさせることができます。他者から与えられ、他者が信用をつけてくれた自分の肩書きをですね、自分だけの肩書きに書き換えるっていうことはできますし、僕はそれをキャリアリフォーミングと呼んでます。もしもこれからネクストステージで自分だけの肩書きでやっていきたいなというふうに思う方はですね、組織を離れてチャレンジしてみるのもいいと思います。僕はですね、それがストレスなく簡単にできる方法をですね、自分が実践しながら提供していきたいと思います。そんな情報を引き続き発信していきますのでよろしくお願いします。ちなみにですね、僕はカタカナ語もとても苦手でついていけなくて、実はミレニアル世代のことをミレニアム世代だと思ってました。